EC-225 シュペルピューママーク2、海上保安庁の EC-225、ミミズク1号ユーロコプター EC-225 シュペルピューママーク2は、ユーロコプターにより開発、製造されている大型輸送ヘリコプター AS、AS332 シュペルピューマを元に設計された。2名の乗務員と1名の客室乗務員の他に24名の乗客を乗せることができる。 石油プラットフォームなどへの沖合輸送、VIP 輸送、警察任務などに利用されている。EC225 の開発は1998年7月にユーロコプターから発表された。最初のプロトタイプ2機は2000年11月27日に初飛行し、欧州航空安全局により2004年7月に認可された。EC225 は ユールコプター AS332 リットルにシュペルピューマを元に設計された。振動を低減するために新規に設計した翼型の5枚ブレードからなるメインローターを採用した。エンジンはチュルボメカ社のマキラニエーターボシャフトエンジンで二重チャンネル、全自動デジタルエンジンコントロールと寒冷値における運用を可能にする助効率装置を備える。 メインローターギアボックスも強化され、アクティブマトリックス液晶ディスプレイにより、グラスコックピット化された。現在は4種のコンフィギュレーションが用意されている。乗客輸送版は、標準19名、最大24名の座席配置が可能である。VIP 輸送版は、VIP 用ラウンジを備え、8名の乗客と1名のアテンダントを輸送できる。 救急医療用として6つのストレッチャーと4名の医療用員が搭乗可能。捜索救助版は専用装備品の積載と、そのオペレーター、ホイスト担当の他に8名分の座席と3つのストレッチャーの収容が可能である。エアバスヘリコプターズへの社名変更に伴い、現在は H225 と解消されている。陸上自衛隊の特別輸送ヘリコプター出展。 初見性能、ありがとうございます。